今日は4月23日、もうすぐ午前8時ですね。ここは一先入れていって、もう少し上に堰があるんですよね。で、だいたいここの作業が25日の午後になってるんですけど、25日が午前が浅漬水利組合の作業になってて、浅漬水利組合の役員もしてるもんで、昼からも役員で作業 しなきゃいけないんで、25日ちょっとここの作業に出れないということで、今日ちょっとやってます。まあ一人でこの辺までやっとけば、それなりの分担ぐらいの作業になるんじゃないかなと思いますので、はい。草を刈って、ここの砂を上げとくと、その辺までですね。はい。草とか竹を刈って。はい、こんな感じです。お、この辺もイノシシですよ、これ。ってるの、なんかミミズかなんかいたんでしょうね。ミミズか何かの根なんかを食べるために掘ったのか。で、ここですね。ここが一先入れて言います。はい、ここに石板をして水をそこから入れるんですけど。で、ここもだいぶ砂が溜まってしまってるんで、ここも若干掘り上げていく必要がありますね。まあそこまでできればやってきますけど。はい、そういうことで、そういう作業をちょっとやってますということで、撮影しました。終わったらもう一回撮影しまーす。はい、9時45分ですね。だから、8時ちょっと前から始めましたので、2時間か。8、9だから。いや、あれ ?1 時間 ?8 時、いや、うん、やっぱり2時間ですね。草刈りだけ終わりました。で、あと、この水路に落ちた草とか竹とかを片付けて、流れ込んだ砂とか泥をあげれば終了ですけど、今年はそんなに砂とか泥とか流れ込んでないみたいですね。去年だったか一昨年だったかも結構流れ込んでたんですよね。もうその辺ぐらいまで結構あげるのに苦労しましたけど、今年はもうあんまり入ってないみたいだから、ここの泥あげは楽ですね。あとは、その、取水口に溜まってる砂をちょっと、片付けてやっとく必要があるんで、なんですけど、それはまた全然今、やってませんね。まずは、この水路の、清掃、泥上げから、やってしまおうかなと思います、ね。はい。だから今こんな感じですけど、これをちょっと、綺麗に、入り込むと、草とか竹とか、泥砂ですね。を上げてしまいます。はい、そういう作業を、今からもう少しやります。はい、11時5分過ぎですね。はい、一応作業終わりました。こんな感じですね。すっきりしたでしょう。綺麗になったんです。普段はっていうか、水を使わないときは、こっちから縫う。ここに抜く場所があるんですよね。あ、これかですね。だから堰を閉めてもこっちからしばらく抜いて、それから入れるときにそこを開けると、そんな感じですね。だから25日もまあ一回流してみるかもしれませんけど、そんな感じでそこをすぐ止めるかもしれません。はい、もう一つ向こうの西郷川というところに抜くところが一箇所あるんですよね。ずっと行って、
そっちで抜くかもしれませんね、水道を。こっちが橋本川、向こうが西郷川ですね。西郷川と書いて西郷川。こっちの橋本川は普通の通りの橋と本ですね。はい、こんな感じですね。はい、こちらは。お、蝶々。これは、なんとかシジミっていう、珍しい蝶じゃないんだな。紅シジミかなんか知らんな。まあ、わかりません。はい、こっちも、一応咳を閉めたらすぐ水が入るように、泥をあげました。で、降りやすくするためと、下流側だからあんまり流れ込まないだろうということで、上流側にしたらやっぱり余計流れ込みやすくなるんで、この、ちょっと掘り出した砂ですね、こっちの下流側の堰の方の、邪魔にならないところにあげました。で、草なんかの根をそのまま残してますので、しばらくしたら草が生えてくるでしょ、こっちに。そうするとあんまり崩れなくなるし、そこに流れ込まなくなるんで。で、結構いい砂ですね、あっち側。入り口の辺はちょっと泥が溜まってますけど、向こうに溜まってるやつですね。はい。何かいるときは、ここに砂を取りに来てもいいんですけど、我が家はちゃんと砂取り場がありますので、わざわざここまで取り来る必要はないです。ここから上げるのが大変です。はい、そういうことで、作業が終わりましたということで撮影しました。終わります。